4人のチャプレン・フォックス、グード・ポーリング、ワシントン4人のチャプレンは、第二次世界大戦中、軍隊輸送船、ドーチェスターが沈没した際に、民間人や軍人を救出して、自らは命を落とした4人のチャプレンのことである。不及のチャプレン、ドーチェスターのチャプレンとも呼ばれる。ドーチェスターは、第二次世界大戦中に、 戦時海運庁に徴用されて、軍隊輸送船に改造された民間の定期船であり、900人強の軍人、軍属を乗せることができた。ドーチェスターは、沿岸警備隊のカッター、タンパ、エスカナーバ、コマンチェに護衛された3隻の船団の一員として、約900人を乗せて1943年1月23日に、ニューヨークを出発し、グリーンランドに向かった。 2月3日未明、北、大西洋のニューファンドランド沖を航行中に、ドイツ軍の潜水艦 U-223 からの魚雷攻撃を受けた。4人のチャプレンは、他の兵士が救命ボートに乗るのを支援し、救命同意が尽きると自分たちの分を渡した。4人は腕を組んで賛美歌を歌って祈りを捧げながら、船と共に沈んだ。4人のチャプレンの話は、 多くのメディアで報道され、多くの追悼式典が行われた。4人のチャプレンにはそれぞれ、パープルハート賞と主君十字賞が授与された。名誉勲章の授与も検討されたが、彼らは敵との戦闘に参加していなかったため、不適格とされた。その代わりに、アメリカ合衆国議会は名誉勲章と同等の勲章を創設して授与した。4人のチャプレンと呼ばれるのは、 メソジストの牧師のジョージ・エル・ホックス、ユダヤ教改革派のラビのアレクサンダー・ D ・グードカトリックの神父のジョン・ P ・ワシントン、アメリカ改革派教会の牧師のクラーク・ V ・ポーリングの4人である。彼らは比較的新しいチャプレンであり、全員が注意の階級を持っていた。グード、ポーリング、ワシントンの3人については、ボーイスカウトの指導者として活躍した経験が、 あるという共通点があったものの、4人は、経歴や性格、宗派はそれぞれ異なっていた。彼らは、ハーバード大学の陸軍チャプレン学校で出会い、ヨーロッパ方面への不妊準備をした後、不妊地へ向かうために、ドーチェスターに乗船していた。ジョージ・ランシング・フォックスは、1900年3月15日に、ペンシルベニア州ルイスタウンで8人兄弟の、長男として生まれた。 1917年、17歳で学校を辞め、年齢を偽って陸軍に入り、第一次世界大戦に従軍した。衛星隊の所属となり、同年12月3日に、フランスに向かう軍隊輸送船、ヒューロンに乗船した。衛星隊の助手として有望に活躍し、シルバースター、パープルハート賞、フランスのクロアド・ゲール勲章を授与された。隊後、アルトゥーナに帰し、 高校を卒業した。1923年、イリノイ州のムーディー聖書学院に入学した。1923年に、バーモント州のイサドラ・ジー・ハールバットと結婚し、同年にメソジスト派の巡回伝道士としての宗教活動を開始した。その後、ブルーミントンのイリノイ・ウェスリアン大学を卒業し、ニューハンプシャー州来で奉仕した後、ボストン大学進学部で学び、 1934年6月10日にメソジスト派の牧師に助任された。バーモント州のテイトフォード、ユニオンビレッジ、ギルマンの教区で奉仕し、バーモント州のアメリカ在京軍人会の州チャプレンに任命された。1942年、フォックスは陸軍のチャプレンに志願し、1942年7月24日に任命を受けた。 息子のワイアットが海兵隊に入隊したのと同じ1942年8月8日に従軍チャプレーンとしての任務を開始した。ハーバード大学の陸軍チャプレーン学校を経て、キャンプデービスの第411沿岸砲兵大隊に配属された。その後、マサチューセッツ州トーントーンのキャンプマイルス・スタンディッシュでグード、ポーリング、ワシントンらと再会し、 ドーチェスターでヨーロッパへの出発を準備した。アレクサンダー・デビット・グードは、1911年5月10日に、ニューヨーク・ブルックリンで、ラビのハイマン・グード公一つの息子として生まれた。ワシントン DC で育ち、イースタイ高校に通った後、父の後を継いで、ラビになることを決め、ヘブライ・ユニオン・カレッジで、ラビの勉強し、1937年に学位を取得した。その後、 1940年に、ジョンズ・ホップキンス大学で PhD を取得した。ハック在学中には、夏休みに、ワシントンのヘブライ海州で働いていた。1941年1月に、海軍のチャプレイに志願したが、採用されなかった。1941年の真珠湾攻撃の後、陸軍に志願し、1942年7月21日に、 従軍チャプレンの任命を受けた。グードは1942年8月9日に活動を開始し、ハーバード大学の陸軍チャプレン学校に通った。その後、ノースカロライナ州ゴールズボロの第333戦闘飛行隊に配属された。1942年10月、マサチューセッツ州トーントーンのキャンプマイルス・スタンディッシュに転属し、ハーバード大学で 同級生だった、フォックス、ポーリング、ワシントンらと再会した。クラーク・バンダーザール・ポーリングは、1910年8月7日に、オハイオ州、コロンバスで、ダニエル・ A ポーリングの息子として生まれた。父ダニエルは、福音派の牧師で、1936年に、バプテスト教会の牧師として、再宣礼を受けた。クラーク・ポーリングは、 イエール大学の進学部で1936年に進学学士号を取得した。アメリカ改革派協会で除外され、最初はコネチカット州ニューロンドンの第一キリスト教会で奉仕し、その後ニューヨーク州スケネクタディの第一改革派協会の牧師として奉仕した。ポーリングはベティ・ユングと結婚した。第二次世界大戦が勃発すると、ポーリングは陸軍への入隊を決意した。 父のダニエルも第一次世界大戦で従軍チャプレンを務めていた。陸軍チャプレンに志願し、1942年6月10日に第131巡中型トラック連隊のチャプレンとして任命された。その後、ハーバード大学の陸軍チャプレン学校に通い、そこでフォックス、グードー、ワシントンらと出会った。ジョン・パトリック・ワシントンは、 1908年7月18日にニュージャージー州ニューアークで生まれた。ニュージャージー州サウスオレンジにあるシートンホール大学を卒業した。その後、ニュージャージー州ダーリントンにある無限在の聖母新学校に入学し、1933年5月26日に下級生職者となった。1934年12月25日に女性。 1935年6月15日に主催に除会された。ワシントンが主催として最初に担当したのはニュージャージー州エリザベスの政治ヌビエーブ教会だった。その後、西部ナンティウス教会で1年間奉仕した。1938年にはニュージャージー州カーニーのセントスティーブンズに赴任した。1941年12月7日の真珠湾攻撃の直後、 アメリカ陸軍のチャプレンに任命され、1942年5月9日より、従軍チャプレンとしての活動を開始した。1942年6月には、メリーランド州フォート、ジョージ・ミードの第76不評師団に配属された。1942年11月、ハーバード大学の陸軍チャプレン学校で、フォックス、グードー、ポーリングと出会った。ドーチェスター。 ドーチェスターは元は民間の定期船だった。排水量は5649トン、全長は368フィート、全幅は52フィートであり、煙突を一つ持っていた。1926年にニューポートニューズ造船所で建造された。発注車はマーチャンツマイナーズライン車でボルチモアからフロリダまでを運行する可客船として使用された。 同航路のために建造された4隻の定期船のうち3番目の船だった。ドーチェスターは第二次世界大戦中にアメリカ陸軍に徴用され戦時海運庁の軍隊輸送船として使用された。軍隊輸送船として使用するにあたり救命ボートや救命イカダの追加、武装の増設と操打室の大きな窓を スリット状にして保護するなどの改造が行われた。民間船としては、乗客314人、乗員90人を収容できるように設計されていたが、軍隊輸送船としては900人強の軍人と、乗員を収容することができた。ドーチェスターは1943年1月23日、4人のチャプレンを含む約900人を乗せて、他の2隻の軍隊輸送船ともに、 ニューヨークを出港し、グリーンランドへ向かった。沿岸警備隊のカッター、タンパ、エスカナーバ、コマンチェの3隻が船団の護衛についていた。ほとんどの軍人は船の最終目的地を知らされていなかった。ドーチェスターの生存者の救助に当たった沿岸警備隊のカッター、エスカナーバ、ドーチェスターの船長のハンス・ジェイ・ダニエル船は沿岸警備隊より、ソナーにより、 潜水艦を発見したとの情報を受けた。ドイツ軍の U ボートはシーレインを監視しており、戦時中にも船を攻撃して沈めたことがあった。そのため、ダニエルス船長は当初より乗員や軍人に対して寝る時も服を着て救命胴衣を着用することを命じ、限界体制を敷いていた。しかし、兵士の多くは機関から発せられる熱による暑さや、 救命同意の着心地の悪さを理由に、その指示を無視していた。1943年2月3日未明、午前12時55分に、北、大西洋のニューファンドランド沖を航行中に、ドイツ軍の潜水艦 U-223 が発射した魚雷がドーチェスターに命中した。魚雷により、多くの乗船者が、甲板下に閉じ込められた。 電気系統が破壊されて船内は真っ暗になり、乗船者たちはパニックに陥った。チャプレンたちは乗船者を落ち着かせ、秩序ある避難を促し、負傷者を安全な場所に誘導した。各自に予備の救命胴衣が配布されたが、全員に行き渡る前に亡くなってしまった。チャプレンたちは自分の救命胴衣を外して、他の人にはした。そして、 できるだけ多くの人を救命ボートに乗せた後、自分たちは腕を組んで祈りを捧げ、賛美歌を歌いながら、船と共に沈んでいったのである。生存者のグランディクラークは、次のように回想している。私は、船から泳いで遠ざかりながら、後ろを振り返ってみました。炎がすべてを明るく照らしていました。船首が高く上がり、船は沈んで行きました。私が最後に見たのは、 4人のチャプレンが戦場で皆の無事を祈っている姿でした。彼らはできる限りのすべてのことを成し遂げました。私は彼らを再び見ることはありませんでした。彼らは自分の救命同意を持っておらず、助かる見込みはありませんでした。グレーディ・クラーク、サバイバーいくつかの報告によると、生存者はチャプレンの祈りの中に様々な言語が混じっているのを聞いていた。ユダヤ教の祈りは、 ヘブライ語でカトリックの祈りはラテン語で行われていた。船に乗っていた904人のうち救助されたのは230人だけだった。救命同意では低体温症を防ぐことができず、ほとんどの人が水の中で死亡した。水温は摂氏1度、気温は2度だった。救助船が到着した時には救命同意を身につけた何百もの死体が海面に浮かんでいたという。 4人のジャプ連賞1944年12月19日、4人、それぞれに対し、パープルハート賞と主君十字賞が授与された。アメリカ合衆国議会からは名誉勲章の授与が検討されたが、彼らは敵との戦闘に参加していなかったため、不適格とされた。その代わりに、名誉勲章と同等の勲章である4人のジャプ連賞を設けて4人に送ることを、 1960年7月14日に全会一致で承認した。4人のチャプレン賞は、1961年1月18日、バージニア州フォートマイヤーで、ウィルバー・エム・ブルカー陸軍長官から4人のチャプレンの近親者に授与された。毎年2月3日の4人のチャプレンの日前後には、多くの軍人、民間人の団体や組織によって、様々な式典が行われている。 1998年には、ドーチェスターの沈没事故と4人のチャプレンの英雄的行為から55周年を記念して、その年の2月3日が上院決議169から98によって、4人のチャプレンの日として記念された。州や市の中には、この記念日を公式に宣言しているものもあり、戦死したチャプレンたちを忍んで旗を半旗にするよう、指示している場合もある。 記念日を他の日にしている場合もある。例えば、ノースダコタ州の法律では、2月の第1日曜日を4人のチャプレンの日曜日としている。また、米国成功会の典礼歴では、2月3日に小祭りを行うことを定めている。2002年2月14日、毎年恒例の普及のチャプレン賞授与の一環として、ドーチェスター劇鎮のアメリカ側と、 ドイツ側の関係者による和解の会合が行われた。ドーチェスターを魚雷で攻撃した U ボートの乗組員であったクルトレーザー、ゲルハルトブスケ、ドーチェスターの生存者のベイン・エプスタイン、ウォルター・ミラー、デビッド・ラバディ、ドーチェスターを護衛していた沿岸警備隊のカッター、コマンチェに乗船していたディックス・ワンソンが会合した。4人のチャプレンの記念切手4人のチャプレンの 記念切手の初日カバー1948年、アメリカ合衆国郵便公社は4人のチャプレンの記念切手を発行した。郵便公社には2011年までアメリカ合衆国大統領以外の人物を記念する切手は死後10年以上経過しないと発行しないという10年ルールがあり、死後5年で発行されたこの記念切手は特例的なものだった。この切手は 三回の修正を経て、最終的なデザインが決定された。この切手には、それぞれのチャプレンの名前や信仰が記載されていなかった。その代わりに、テーゼイモータルチャップリンズインターフェイス・インアクションという文字が書かれていた。また、初期のデザインには、デッド・ツー・セーブ・メン・オブ・オール・フェイスズという文字も含まれていたが、最終的なデザインには含まれなかった。チャプレンたちの名前が書かれなかったのは、 チャプレン個人ではなく、沈没事故の記念切手であるとすることで、10年ルールを回避するためだった。この手法は、アポロ11号で月面着陸をしたニール・アームストロング、バズ・オルドリンの記念切手でも踏襲された。ペンタゴンにある4人のチャプレンのステンドグラス1951年2月3日、ハリー・エストルーマン大統領によって、フィラデルフィアのグレース・バプテスト教会の地下に、 異なる信仰を持つチャプレンたちを称えるための4人のチャプレンの礼拝堂が剣道された。トルーマン大統領は賢人の中でこの異臭派間の礼拝堂は長い世代を経て人が兄弟として英雄的に命を捧げることができるように相互の信仰と善意の中で共に生きるべきだということをアメリカ人に教えてくれるだろうと述べた。礼拝堂の剣道式では 4人のチャプレンのような異宗派のチームが珍しい存在であることが強調された。それは全米カトリック福祉会議のトーマス・マッカーシーがタイム氏に説明したようにカトリックの会立では共同礼拝を禁じているからである。4人のチャプレンの礼拝堂では4人のチャプレンのような宗派を超えた活動の理念を体現した活動を支援し、 そのような活動を行っている個人に対し賞を授与している。第一回となる1984年の受賞者は、前年のベールートアメリカ海兵隊兵者爆破事件の現場にいた3人の海軍チャプレンだった。この3人は、ユダヤ教ラビのアーノルド・レスニコフ、カトリック司祭のジョージ・プチャレリ、プロテスタント牧師のダニー・ウィーラーである。この三人のチャプレンの宗派を超えた活動は、 4人のチャプレンを想起させるものだった。1984年4月12日にロナルド・レーガン大統領が行った大統領演説の中でこの3人のことを言及している。1972年、グレース・バプテスト教会はブルーベルに移転し、その2年後に建物はテンプル大学に売却された。テンプル大学はこの建物を テンプルパフォーミングアーツセンターとして改修することを決定した。2001年2月、4人のチャプレンの礼拝堂はフィラデルフィア海軍造船所内の礼拝堂に移転した。ありがとうございます。